時短テクニックをお持ちいたしました。はい、さあ僕は今日どんな時短テクニックを持ってきたのか、こちらでございます。焼き魚の骨を一瞬で取る時短テクニック。やっぱり食事中やっぱ一番時間かかるのは魚の骨の取り方だと思うんですけど、確かに面倒くさいよね。まあ、うちなんかも子供も3人いますから、うん、もう子供の骨をこう細かく取ってあげてると、もうお魚自体が冷えちゃって、あ、なるほど、自分のがね、そうなの、他の魚が食べれない状態になる。これはもう皆さん絶対そうだと思うんですよね。皆さんちなみにどうですか、焼き魚の骨。いや、まあだから、あの開きにしてからこうペって剥がすみたいな、うん、ああ開いちゃうんですか。あと細かいのはこうちょ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 っていうこう綺麗にね取って端に寄せてそっから食べますよ。面倒くさいですね。でもそういうやり方だよね。いやでもその些細な時間をですよ、これ今までずっとこう蓄積したらどれぐらいの時間が損してるのか。そんな損してる時間かかる。それトータルすると3、4年は変わってくるよね。ということで、鶴野武が新米主婦村上に対し、どれだけ早く魚の骨を取れるのか検証します。お箸だけでいいの？なんか他の道具とか。お箸だけで、いやもう大丈夫です。あ、そう、はい、もういつもご食卓に並んでるサンマのまんまですね、これね。はいはい、はい、でもいや結構ね、料理関係うるさいしね、村上さんもね。そうですね、もうそんだけ早く取ってイチャイチャするかっていう。1秒でも多くイチャイチャしたい。さあそれでは参りましょう、レッツ時短。果たして魚の骨を取る時短テクニックとは。頑張って、そう時短して。え、ほんと、なんかこう、そうですね、揉みほぐすと言いますかね、ちょっと軽いマッサージみたいなことをやっております。さあそして、さあそして、すごいわ。さあ尻尾を切った鶴野くん、まあ、村上さんはね、一方腹綿のあたりから開いております。そう、そしてレッツジターン。一応終了。しかも綺麗にもうちゃんともう開いてますからね。これも骨も綺麗に取れました。すごい。早い早い。鶴野さんが34秒、そして村上さんは49秒ということで、はい、鶴野さんのこの時短テクニックを使えば村上さんと比べて15秒の時短成功です。そんなに大慌てでやってたわけじゃないもんね。もうゆっくり多分もうちょっと急げば20秒ぐらいにはなりそうな感じのね。25秒ぐらいでは多分すぐ。しかも村上もかなり手際良かったですよね。よかったよ。魚の骨を取る時短テクニック、まずは魚の背中とお腹の部分を軽く箸で押します。こうすることで骨から身を離すことができるのです。そして右手で尻尾の骨を持ち、左手で頭を押さえ、お腹を裂くように持ち上げると骨がきれいに取れ、15秒の時短に成功。